はい、大阪の剣よりワットがスキルようになってますので、初見プレイの方をやっていきたいと思います。びっくりマークついてますんで、ちょっと見ていきますと、画面をスワイプして王様の剣を引き抜こうとなってます。その下はしばらくスワイプしない場合は、自動でアニメーションが再生されます。ちょっと意味わからないですけど、ちょっとやってみます。よいしょ。じゃあ、54コインで、ジャイロはなしってやってきます。スタート。初見なのでどんな感じなんですか。おお、スキル4で27つも多いんですかね。あ、大体なんで30ですね。22。ちょっとなんか少ない感じですよね。ちょっと次は何もしないで置いといてみますね。これで何もせずにすると。あれ、時間は止まってますね。はあ、これで時間止まってるんでね。アナキンスカイウォーカーとありますよ、感じです。ちょっと斜めに引いてみますか。あれ、あら、斜めに引いても変わらない。ああ、これはちょっとスワイプの仕方で消去量を増やしたりは、なんかできなさそうな感じですね。あとはジャイロで、まあ、真上やからね。はい。ということで、あんまりコイン稼げなかったです。ちょっとね、まだ初見なんで、いろいろ使い方を検討していこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。北さんでした。